どうも、スイッチマンです。第55話の後編やっていきます。前回は、見た目は子供、頭脳は大人なレイテイルアフを懲らしめました。今回は黒幕のシバーが相手です。それでは始めていきます。あれ、こいつほんとはめっちゃいいやつなんじゃ？前回落とされたファンリーを正体に戻しておこう。それではスタートです。気力も150スタートとなってます。建物内だけど、イデオンガン撃っちゃおうかな。銀河の脅威ってもうイデオンじゃね？もう、何発撃ったことか。
ではゲージ貯めるとします。ついでに HP の調整も済ませます。バッチリですやん。では覚醒使って一旦下がります。範囲から漏れとるのがおるやん。もう一回覚醒。では屋内だけど売っちゃいます。アルマナに怒られそう。では発射。みんな吹き飛べ。キャリコンをスペクトラの悶絶しとることでしょう。気持ちいいのは間違えない。残ったのはエースとキャリコにスペクトラか。とりあえずかく乱使って前進です。ではスペクトラから行きます。宇宙戦機体に野生を縛る理性はいらねえ。やってやるぜ。父リンオールの意志、俺たちが受け継ぐ。行くぜ。俺たちのやつ見せてやる。愛の心にて悪しき空間を断つ。ファイナル断空光河拳。どうやらここまでの。だそうです。ひらめき使ってたな。ではとどめは伊達でいきます。戦場全画面動拡張クパー剣でいくとします。キャリコマクレディ、所詮偽物は偽物に過ぎん。はい、武装剣を使うぞ。うまい、ソード射出。ヒーリング、スイープコンタクト。連動フィールド、封鎖開始。エスネットオーソード、更新固定。プロニウムエンジン、オーバードライブ。行け、リアセ。おう。超必殺連動キングだ。連動武装剣防げれ。
とはエースか。まずはドバンでインパクトです。これ、コックピットどこにあるんだろ。腰下とかじゃないと、遠心力でえらいことになりそう。この波乱万丈が相手だ。ライタンジャベリン伸びろ。おいおい、センサーが曇ってるんじゃないの。ではノリコでとどめ。決める。ノリコ、ガンバスターの力見せてやりましょう。わかりました、お姉様。はぁ、皆様、キリThank you.
ずは偵察。これはマップ兵器撃ってくるな。撹乱と脱力で1ターン忍ぶしかないな。相変わらず命中の値がやばい。まずは撹乱。ほんで脱力。レッツ、ジュプジュ。あとは落とされないように祈るのみ。力を強制せよ。なんとか耐えたな。ではとりあえず撹乱。ではまずはドバンでインパクト。ここからはほぼ戦闘シーンとなります。焦らずともよい。お前の死はもう間もなくだ。平定の時代が終わった。そしてお前の時代が始まるのだ。戦闘に復帰しクラマトン。焦らずともよい。お前の死はもう間もなくだ。しばらくといざ尋常に引き込む。今こそ我らの力を見せるとき。承知。今一体さすが星の守護神、奴らの攻撃をものともせん。我が元へ帰る。それが何時の宿命なり。シェムハメフラス。
申しに急ぐな、無知なる者よ。攻撃準備 OK。 行くぞ、佐志郎君、ヒート君。了解、行くぞ佐志郎。あとは大キングに任せろ。その力、我が記憶に留めておけ。我が導きに応じよ。そしてシェフハメフォワス。支配者の前にひざまずけ。シム・ハメフォラス。でかいのぶちかましてやる。行くぜ、ファイナルダンクを。やってやるぜ。諦めの悪い者に暗夜殿で受け継ぎし、その地我に捧げよう。ゼトラクティス・グラマトン。地方で敵機を退ける。この戦いは終わらせなければならないのです。その通りだ。敵死ぬと分かっていながら立ち向かう、悲しいさがだな。
力そめに焼き付けろ。俺たちの切り札を見せてやる。クラッシャー、止めつこう。ウリオン、クラッシャの力が一つになれば倒せぬ敵などいない。貴様にも味わわせてやる、ゲッターの恐ろしさをな。ストラーサンシャイン。ルルルの力いな、そんなものは認めぬ。神であるわれが人に敗れるというのか。シバーボッサ、あなたの目論見を私たちが打ち砕いてみせます。キャプチャーを打ったら詩人の力今ここに。ユーコ貨車ジャック終点だけでとどめ。あなたの手はもう通用しないわよ、シバーゴッド。行くぜ、隊長。了解した。HDD シーケンス、開始。システムコネクト。はい、行くわよ。わかった。入り口をコンタクト。メタルジェノサイダーモード。起動。X 軍の射出確認。コネクト。プロニウムエンジンオーバードライブ。バイパス解放。ターゲットロック。誤差修正。発射準備完了。トリガーを預けるわ。ヒュー。お。くらえ。完璧の一撃必殺砲。
お前ら生きてたんかい。イデオンガンのおかげで、全力でシバーとやり合いました。あとは宇宙怪獣とバックグランカ。ということで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。